SFLC のロゴ。多くのキーボードに存在する、コントロールキーのキートップに、フリーダムの当時を振っている。ソフトウェアフリーダムローセンターは、フリーソフトウェア、オープンソースソフトウェアを非営利的に開発する、開発者のために、プロボノで法的代理人や関連するサービス提供を行う組織である。 2005年2月にエベン・モグレンを代表者として発足した。発足当初オープンソースデベロップメントラブスは400万ベイドルもの資金援助を約束していた。発足に関するニュース記事より意味をすると、モグレンは事実、計画として当初書院を多く稼働させようと考えている。5年後には当センターから20人、30人ほどの 放送関係者が生まれているのではないかと彼は予想している。本所からの遺跡者が活動を開始する際には、モグレムはそのようなメンバーがコミュニティそして企業も同様に支援するための専門知識を得ているだろうと期待している。また、それはメンバーが必要に応じてお互い協議を図る緩やかな連帯を形成するとも考えられている。SFLC は 主な依頼組織の一つであるフリーソフトウェア財団が2005年から2007年にかけて走行作成と策定作業に関わる公開討論を行った GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン3の策定過程のすべてにおいて FSF の法的な代理人を務めておりまたその助言を行っている FSF 代表のリチャード・ストールマンとに SFLC のエベン・モグレン 当時、SFLC 顧問だったリチャード・フォンタナは、GPLV3、GNU レッサーゼネラルパブリック・ライセンシブ3、そして、GNU アフェロ・ゼネラルパブリック・ライセンスの主要著作者となっている。2007年から2008年にかけ、SFLC は、原告であるビジーボックスソフトウェアの主要開発者、エリック・アンダーセント・ロブランドリーの代理人として、 ビジーボックスの著作権侵害に対する一連の訴状を被告それぞれに送付した。これら訴訟は GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン2に対する侵害事例であると主張している。2007年9月20日、SFLC はモンスーンマルチメディア、インクが同社の製品モンスーンマルチメディア幅の製造ラインにて、 ビジーボックスのコードを組み込んでいるにもかかわらず、ビジーボックスのソースコードを公開していないため、GPLV2 のライセンス条項に違反しているとして提訴した。これは、米国の法廷にて、GPL 違反について争われた初のケースであると言われている。2007年10月30日、SFLC は、モンスーンが、 GPL に従うことそして原告へ和解金を支払うという和解案に合意したとのプレスリリースを発表した。2007年11月20日、SFLC はエクステラシスコーポレーションとハ、はい、イ原因アンテナズ LLC に訴状を送った。2007年12月17日、SFLC はエクステラシスが GPL の元完全なソースコードを公開し、 原告に和解金を支払うまでは、製品の出荷を停止する、胸の和解に至った。はい。ゲイニアンテナズに対する訴訟は2008年3月6日に、同じく GPL に従い、ソースコードを公開し、また非公表の和解金を原告に支払うとの和解に、合意した。2007年12月7日、SFLC は、ベライゾンコミュニケーションズを提訴した。提訴理由は、 同社が販売する、光ファイバーの帯域調整サービスベライゾンファイオスが、バンドルされている、アクションテックミ 424WR もか、ワイヤレスルーターに、ビジーボックスを組み込んでいるにもかかわらず、対応する、ソースコードを同製品の顧客に提供していなかった、このためビジーボックスの配布許諾条件である、GPLV2 の条項に違反しているという点である、 2008年3月17日、GPL に従い、原告に非公表の和解金を支払う、胸の和解が成立したとの発表があった。2008年6月10日、SFLC は、ベルマイクロプロダクト、インクと、スーパー、ミクロコンピューター、インクを提訴したと発表した。2009年12月14日、SFLC は、ベストバイ、サムスン、 ウェスティングハウスを含む14社を提訴したと発表した。訴状内容は、当該企業が自社製品のいくつかにビジーボックスを組み込んでおきながら、そのソースコードを公開しなかったためビジーボックスの配布にかかる GPLV2 のライセンス条項に違反するというものである。原告はソフトウェアフリーダムコンサーバンシーであり、SFLC はその法的代理人である。 被告の一人であるウェスティングハウスは裁判に欠席したため原告の訴えがすべて認められており被告のウェスティングハウスに対しビジーボックスを組み込んでいる製品の販布差し止めと総額9万ドルの損害賠償金及び訴訟費用の支払い命令が下された2008年12月11日 SFLC はシスコシステムズを提訴したと発表したこの訴訟は 原告の FSF の代理で提訴しており、FSF による提訴が開始されたものとしては、初となる。2011年11月現在、SFLC には、以下の書院が所属している。2011年8月時点での、SFLC の理事会は、以下のメンバーで構成されている。ありがとうございます。